はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。お時間になりましたので、ね、中央の50分のレッスンを始めていきます。あったのすぐです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ストレッチフローなんですけども、僕が作ったプログラムでして、で、今日ビデオを撮らせてもらうんですけど、僕だけしか映ってないので、安心していただけたらなと思うんですけど、まあ、なんで撮るかという話なんですけども、このプログラム自体が、最近こう難しいコリオばっかりとか、手がする人が結構多くなって、膝が痛いとか、腰が痛いとか、足首が痛いとかっていうのが増えてきてるので、日本人が、ストレッチ不足なんですよ、結構。日本人自体、結構ストレッチ不足になってて、姿勢が悪くなってくる、姿勢が悪くなってくるから、もともとこのまっすぐの状態で臓器が入ってるところに対して、姿勢が悪くなっちゃって、圧縮されてる状態になって、内臓自体の動きが悪くなってたりとか、血液の循環が悪くなってきてたりするので、皆さんの、このストレッチフローの目的としては、まずストレッチをしていただくっていうものと、あともう一つは弱い筋肉を鍛えていただくっていうのと、あともう一つは有酸素運動、限りなくこう汗をかき続けるというか、ずっと繰り返してもらうことによって、動き続けてもらうことによって汗をかいていただくっていうこの3つの軸があるんですけども、で今日なんで取るかというと、これをお医者さんに提出をするんです。で、医者が認可を下ろしてくれると、これがしっかりとしたプログラムですよ。医者が認めたプログラムですよっていうところまで今、ストレッチフローが来ているので、もしかしたら僕はこの後3年ぐらいしたら、DVD の家族ぐらい開発する。ってなったら、もう僕は多分ここにいてなくて、多分こっち側にいてると、参加者側に来ると思って。印税生活しようかなと思って、まずちょっとね、医者にお見せをしないといけないので、ちょっとビデオを撮らせてもらうんですけども、今日皆さんにやっていただくのは、基本的にはストレッチです。で、ストレッチなんですけども、ストレッチって2パターンあって、じっとしてもらってやっていただく、静止、止まったストレッチ、静かって書いて、静的なストレッチってやつですけども、静的なストレッチ、もしくは、よくペアをこうやって動きながらやるね、動的ストレッチっていうのがあるんですけども、基本的にはストレッチフローはピタッと止まってストレッチするっていうのはもうないです。ずっと動的ストレッチを永遠に繰り返していただく感じになるので、でなおかつ皆さんの普段やってるストレッチなんですけども、ストレッチが合ってなかったりしたりするので、なので皆さんに、ちゃんとストレッチができるようにフォームを修正しながらやるので、できるだけ鏡で入れるようにしてあげてください。で、今日なんで脱いでもらったかっていうか、靴脱いでもらったかっていうと、靴下とかでこう指がまとまっちゃうと、指一個一個に役割がちゃんとあるので、小指側に体重が乗ってますかとか、親指側に体重をしてあげてくださいねとかっていうのを皆さんに指示するので、ちょっとよかったら指をしっかりと開くようにしておいてください。で、レッスン終わったりしたときに、こう、やっぱ靴履くじゃないですか。なおかつ、一個まとまった靴下を履いてるっていう人。一個まとまった靴下。指、こう分けて履いてる。タレみたいな。5本指。ああ。一個にまとまっちゃうと、だんだん骨って中側にこうやってきれいにまとまるようになっていっちゃうので、ちゃんと指を独立させてあげないとダメなので、皆さんに、もし余裕があったらお風呂入ってるときに、小指、薬指、中指、人差し指、親指ってこう全部指の間に入れてもらって、しっかりこうやって動かしたり、こうやって横に動かしたりしてもらって、ちょっと指をちゃんと開けれるようにしてあげる。で、ストレッチフローはそういったところまでしっかりやっていくので、ちょっとね、意識しながらやってみてください。OK! じゃあちょっと説明とかですけど、体冷えちゃうので、よかったら皆さんそのまま足開いていってあげてください。で、もう座ることはないです。ずっと立ちます。立ちながら動きます。さあ、まあ、身を見まねで真似しながら動いていってあげてください。シャー。OK。じゃあ皆さんの足、肩幅ぐらいに開いてもらって、一回深呼吸しましょう。吐いてあげます。もう一回お尻を吸っていきましょう。手を全部吐いていきます。体を右と左に揺らしてあげる。
Thank you.
あと3つ。そうそうそう。だったら手伝ったら、かかと上げてあげる。そう、最後に、かかとを上げて、戻して、繰り返す。そこから上げる。そう、今のこと後ろ伸びた今。そうそう。お尻がめっちゃ高く。座らないように。
Thank you.
今みんな呼吸
が終わりになったので、できるだけお尻から頑張ってくるところをしたいですが、で、上演はちゃんとしっかり後ろに折り込むかなって、自分の手をしっかり押してあげてください。あと、本当に聞いて、アウトレットを戻ってきてあげてください。で、今、左手の横も、もう一個伸ばす。戻してあげる。深呼吸です。吐いてゆっくりどうだ。右手、左手、そのまま膝曲げて引き上げる。繰り返して、で、横、そう。繰り返してあげて、深呼吸です。Yeah.